根高教は、日本の新宗教。教派新党連合会に属し、戦前の新党13派の一つ。安政6年、立中国浅口群大屋村にて、赤沢文治、後の根高大臣が開いた、総称宗教である。同じ江戸時代末期に開かれた黒住教、天理教とともに、幕末三大新宗教の一つに数えられる。現在の本拠地は、 岡山県浅口市梱工町大谷である。祭人は、天地金の神と生神梱工大臣である。教主は、金光博道、教務総長は、岩崎堂友である。日本を中心に、約1500の教会、不教書、約40万人の信者を有する。従来の近親思想では、日柄ラ法の喫郷を重視し、厳密な日柄ラ法の遵守を求めたが、梱工教祖は、 自身の体験から、そういう教授は、人間の勝手気ままから生じる神への無礼が原因であり、神への願いにかなう生き方や行動を行いさえすれば、すべてが神に守られた中での生活が行えると説いた。そして、神と人とは愛をかけよの関係であるとした。また、人は皆神の愛し子であり、それぞれの宗教の階祖も神の愛し子であるという教えから、 他のすべての宗教を否定しないという思想を持つ。文化人の信者も多いが、こうした性格から、不協活動的な言論は少なく、比較的最近の関連著作であるカンベムサ氏、理屈は、理屈神は神なども、かなり、ニュートラル、分析的な内容となっている。なお信者が日々唱える言葉は、生神、今後大神は天地金の神一心に、ガおかげは、我が神にあり、 今月今日出たのめいである。信者は本部及び各教会の広前に設けられた結界の場において、生神根高大臣の代理となる取り次ぎ者を通じて、各人それぞれの願いを浴び断り、お礼を天地金の神に伝えることにより、その願い祈りを神に届け、また神からの助かりを受ける。これを取り次ぎといい根高教の特徴とされる。 一般的な宗教が、戒律など、各あるべきというものが存在があるが、根校教には、そのようなものはなく、あくまでも、基本を守っていれば、それ以上の規範の逸脱には目をつぶる、多様性、寛容性を持つ特徴がある。ありがとうございます。